初めて覚えた日本語、おはようございますだったかな。おはようとかこんばんはとかこんにちは、そのあたりかな。なんで勉強しようと思ったの？アニメとか大好きで、で日本のゲームとか大好きだから勉強し始めたのかな。そうそう、私言ったんじゃないですか、初配信でノベルゲとか大好きで、でノベルゲとか日本語で読み始めたんですよ。ノベルゲとか大好きでね、うん、なんかめっちゃいいタイトルなの。英語版がなくって困っちゃうなって思って、まあ日本語勉強すっかってなった。そう、ノベルゲーはね、桜美子先輩と普通に話したいよね、語りたいよね。なんか趣味が合いそうだなって思った。